リチャード・オースティン・フリーマン「青色タイヤ」「犯罪の鑑定を上手に科学的にやるには」とソーンダイクが言ったその職業に関する知識を持っている必要があるある場合にはどんな細かい事実でも非常な価値のある証拠になるものだ」 だからそんな場合には、その事実を理解すべき知識を持っていると持っていないとによって、成功不成功が決まるわけだ。この言葉は、新聞に行々しく、青ダイヤの秘密と吹聴された事件の調査に関して、一層詳しく言えば、私たちの親しい友、警視庁のミラー氏の事務室で起こった出来事に関して、 ソーンダイクが檻に触れて漏らした言葉である23の事実の調査について相談を受け警視庁を訪れたソーン大工は手帳をポケットにしまい緑色のカンバスの調査箱を持ち上げ今や警視庁を立ち去ろうとしていた時ふとそばのテーブルの上にのっけてあるものに目を落としたそれは革製のカバンと杖紐ででばえて札をつけてある しばらくじっとこれを見つめていた彼は、やがてミラー氏を振り向いて、あれは捜索の際発見されたものか、それとも誰かが逃走の際投げ出した品物かねと聞いた。文字通り、逃げ出す際、鞄を軽くするために投げ出したものだよ。するとこの時、これもやはり相談の席に連なった一人の刑事、パジャーが、 熱心を顔に表して口を出した。ところが、これが疑問の代物で、あなたに聞いてみたいと思っていたところです。疑問とはこのカバンは誰のものか持ち主はどんな人かその男はどこから来てどこへ行ったのかということです。孫大工はカラカラ笑って、 それくらいのことは何でもないじゃありませんか。ちょっと見ただけですぐわかりますよ。しかし、どこで拾いましたこのカバンは。実はね。と、ミラーが話を受けた。今朝の4時頃のことだった。チェルシーのキング街に巡査が立っていたらね、道の向かい側をカバンを下げた男が通ったのだ。 ところがスイカすると逃げるようにするので巡査は追っかけるとうとう本物の追跡が始まったんだよするとそいつが急に横の小道に折れたので巡査も続いて折れるとその小道は向こうが高い塀で塞がっている彼は同契約者のようにカバンとステッキを投げ捨て急いで塀を乗り越して庭に飛び込んだ 巡査も続いて塀を乗り越したが、何分その庭には果樹がいっぱいで、どこへ逃げたのやらさっぱり見当がつかない。そこで今度は足跡を伝って、向かい側の塀にたどり着き、そこを乗り越えてみると、また向こうに小道がある。しかし、もう男の姿はどこへ行ったかわからない。巡査は警敵を吹いたが、 無論何の反響もない。そこで元のところへ引っ返して、カバンとステッキを拾って、早速こっちへ調べによこしたのだ。なるほど。じゃあちょっとこのカバンを拝見させていただこう。しかし君たちはもうこのカバンの検査は済ましたのだろうね。一度見たことは見たのだが、元の通りにしておいた。ソーンダイクはカバンを取り上げ、 その外観を精細に眺めた。いいカバンだね。元はきっと高かったものらしい。君、この底にくっついた泥を見ただろうね。見たよ。多分、平原に登る時に落として汚したのだろう。あるいはそうかもしれないが、しかしこの泥は街の泥らしくはないね。まあとにかく中を調べてみよう。 彼はテーブルの上に紙を2枚置きカバンを開いてその上に順々に中身を並べながらそれにいちいち簡単な注釈を加えていく品目の第1が革製の小型の化粧箱だ汚くなってはいるが品物はなかなか上等のものらしい中にはスイス製のカミソリが2丁小さい革と折りたたみ式の石鹸けんはけ 刷毛は,はまだ少々湿っていて、この石鹸と同じ匂いがしている。見たまえ。このカミソリは、歯に印した、スイスエスキルスツーナ・アレンスブルグという字がだいぶすり消されている。それからこっちに、乾いた石鹸の入った石鹸箱。小型の爪掃除道具。使い減らされた歯用紙。爪刷毛。科用刷毛。 カミソリ小型のラシャハケ一対の小型の頭髪用のハケパジャー君この化粧箱一つが君の質問に対して十分の質問を与えておりますよもっとも私は暗示というだけで答えとは言いませんがねなぜですそのわけを話してください刑事が言った 孫恩大工はレンズを取り上げて、頭髪用の刷毛を覗きながら。僕の考えは、その男は中年か、または中年を過ぎた男で、上唇は反っているが、顎ひげは残している。さっぱりした貴重面な金持ちで、風鎖に気をつける人で、いつも旅行している人らしい。ちょっと見たところ、それだけのことは言えると思う。 この化粧箱だけ見ても長い間持っていたものらしく古びてはいるが丈夫だこれが旅行用の化粧箱であるところを見れば旅行の際のみに使用されたことがわかるスイス製のカミソリを制御者のマークが半分消えるところまで使うにはかなりの事実を要したわけだこのカバンの持ち主の健康状態及びある程度までの年齢はこの波用ジと 歯科用ハケで判別することができる。歯科用ハケを持っている以上、入れ歯をした男であることはすぐわかるが、その入れ歯の数はたくさんではない。また、バイオレア病に悩まされていもしない。なぜというに、もし残っている歯が弱い虫歯だったら、こんなに歯用紙がちびるはずはない。ゴシゴシ乱暴に磨く歯は、きっと丈夫な歯なのだ。 上唇は反っているが、顎ひげは残しているというのはどうしてですと、刑事が尋ねた。それはすぐわかります。ソーンダイクは、頭髪用の刷毛にくっついている一本の毛を取って、これは頭の毛ではない、顎ひげの毛です。パジャーは腑に落ちかねた様子で、 どうも私には、細かい歯の串でなくちゃ溶けそうもない毛のように思われますがね。そう見えますが、しかし見かけにはよらぬもの。これは、樹頭型の毛といって、樹頭の形をしています。毛のところどころが樹頭のように膨れています。つまり、病的な変態な毛なんですよ。こう言って孫大工が、 レンズを私に渡したレンズでのぞいてみるとなるほどところどころが数図のように膨れているそうだこれはトリコレキシスの動作に違いないと私が宙を入れたおおまるでロシアの貴族のような名前ですねでこの病は世間によくあるやつですか とパジャーが聞く。病と言えば病と言えるかもしれませんが、珍しい病ではありません。もっとも人口の割合には少ない病ですかね。ソーンダイクは曖昧な返事をして、またカバンに手を入れ、なんだか変な気味の悪い包みを取り出した。ソーンダイクがその汚れた手ぬぐいの切れ端を解くと、 また一層汚いハンケチで二重に包んであるそのハンケチを解くと中から使い古した汚れたカラーカバンの中身がガタガタ動かないために詰め込んだらしい草の塊が出たカラーには他のものと同様記号もなければ名前も書いていないそのカラーを取り上げたパジャーはわざとらしく 小ざっぱりした几帳面な封鎖に気をつける人」とソーンダイクの言葉をつぶやくように繰り返してそのカラーを捨ててぎょうさんらしく指を拭いたソーンダイクはそれを聞いて意味ありげな微笑を浮かべはしたが別に返事はしないで別に返事はしないで注意深く草とその中に包まれていたものをえり分けた 草をのけると、小さい入れ子型の鉄椎、組み合わせ式の掛け金、螺旋回し、一連の鍵謎が出てきた。こんなうさんくさいものを持っていちゃ、巡査を見て逃げ出すのももっともだ。尋ねられたら説明のできないようなものばかりだ。ソーンダが言う。彼は両手に草を持ち上げ、 その新しさを試すために静かに揉んでみた。と、その草の塊の中から、小さい葉巻用のものがポトリと紙の上へ落ちた。なんだサナギのようなものじゃないか。ミラーが尋ねた。いや、これは貝だよ。クローシリア族の貝だよ。ソーン大工は貝殻を取り上げ、 その口をレンズで覗きながら。そうだ。やっぱりクロシリアだ。バジア君、君は英国の軟体動物を研究しましたかええ。と、警部はきっぱり返事をした。そりゃあいけませんね。研究していたら、この小さい貝の名が、クロシリアバイブリカタだということは分かったはずですかね。 こんなものの名が何だろうが、そんなことは私は一向気にしないです。私はただ、このカバンの持ち主は誰か、どんな人であるか、どこから来てどこへ行ったかということが知りたいのです。あなたにそれがわかりますかソーンダイクは真面目な顔つきで刑事を見つめながら。そりゃあよくわかっています。しかし断言する前に、 もう少し詳しく調べさせていただきましょうこの言葉を聞いた刑事は心もとない顔をして歯を見せて笑った一応ステッキを調べてみましょうソーンダイクはステッキを取り上げ別に特徴もないそのステッキの頭から先まで目を走らしたそれは普通の木で作ったステッキで曲がった絵は長らく手袋をはめぬ手に握られたらしく ピカピカ黒光りがして先の方3インチばかり木な泥に汚れている先の鉄の管はすっかりなくなりその代わり靴の鋼鉄の病が打ち付けてある金持ちの紳士こう言ってソーンダイクは皮肉に先の病を指さし海中湾脚器で先の直径を測り直径23に32 と、真面目な顔で刑事を見て。バジャー君、書き留めておいた方がいいですよ。刑事は苦笑した。ソーンダイクはステッキを置き、調査の道具を入れた緑色のカンバスの箱を取り上げて。ミラ君、何か分かったら君の方にお知らせするよ。さ、あジャービス君、ひとまず帰ることにしよう。 ホワイトホールからウォータールーへ、タクシーを飛ばせる道すがら私が言った。パジャー君はあのカバンを君に見せて何か大変な損をしたように思っているらしいね。そうらしい。ソーンダイクもいたずららしい微笑を浮かべて、僕が非常なヒントを与えたことには気づかずにいるんだ。ヒントを与えた とぼけた封をしたってダメだよ、ジャービス君。君の察しのいいことはちゃんとよくわかっているから。私は当惑したように笑った。しかし事実、私にはわからなかったのだ。私は自動車の中でしきりに非常な暗示とは何であったかと考えてみた。あまりにこの問題ばかり考えていたので、私は自分が今、 面白い事件の調査に向かいつつあるのだということを忘れていた。二人が人気のない車室の人となり、記者が動き出して私は急にそのことを思い出し、念頭から鞄の問題を去り、ソーン大工に青ダイヤの秘密について詳細を尋ねた。記者中の盗難に過ぎないらしいがねえ。と彼は言った。実はこうだ。 ライオンス・モンテーグ・エンド・サラマンという美術協会のライオネル・モンテーグという人がロシアの貴族から素晴らしい高価な垂れ飾り付きのダイヤの首飾りを買ったんだこの首飾りが珍しい点は玉がみんな青白いような青色でそれが揃いも揃ってよく似ている紹介の購買主たるモンテーグ氏はそれに7万ポンドを払い それでも得をしたと思っている。しかし彼は玉の並べ方が気に入らなかったので、買うと早々オールドボンド街のビンクス商会にやって玉を並べ替えさした。ところが昨日の朝、玉の並べ替えができたと知らしてきたので、昨日の午後、モンテーグ氏はビンクス商会に首飾りを受け取りに行ったんだ。ビンクスとモンテーグの会見は、 店の奥の部屋で行われたが、宝石を見るのには奥の部屋では暗いから、モンテーグは店の明るいところに出て調べた。ビンクスの話によると、何でもその時、ドアの方を向いて玉を見ているモンテーグの姿を、表から一人の男がそっと覗いて見ていたそうだ。彼はこの男が怪しいと言っていた。まあ、そんなことはともかく、 モンテーグシは玉の並べ方が気に入ったものだから、奥の部屋から一緒に持ってきた箱にその首飾りをしまい、箱を自分のカバンに入れて、間もなく店を立ち去った。それがちょうど午後の5時頃で、彼はこの2週間ばかり一緒に泊まっているクイーンズゲートのサラマンという彼の紹介の仲間の家へ帰ったのだ。そこに8時半までいて、 それからサラマンと一緒にまた家を出た。その時にはサラマンは小型のトランクを、モンテーグは首飾りを入れたカバンを下げていた。それに首飾り以外のものが入っていたかどうかはわからない。彼はクイーンズゲートから半分は徒歩、半分は自動車で9時15分に無事にウォータールーに着き、そこからアイルウォース行きの汽車に乗った。 モンテーグ氏は他に一人も客のない一等車に席を取り、見送ってきたサラマンはそこで記者が出るまで一緒に談笑していた。モンテーグの目的地はアイルウォースだった。その地の符号のジャコブ・ロエンスタインという人が川沿いの別荘やモーターボートの小屋などを持っている。このロエンスタインという人がダイヤの首飾りを買いたいというので、 それに売り込んで、そこで2、3日泊まり、それから旅に出るはずだったのだが、とうとう、アイルウォースに着かないままだった。記者がブレントフォードに着いた時、人気のない一等車に駅譜が入ると、棚の上にトランクが一つ乗っかっている。で、すぐ近寄ってそのトランクを取ろうと手を伸ばすと、なんだか彼の足に、 柔らかいものが触れるような気がした。びっくりして腰掛けの下を覗いてみると、死んだように動かなくなっている人間が倒れていたのだ。彼はすぐプラットホームに飛び出して、駅長や他の駅譜などを呼んできた。みんなでそれを引きずり出してみると、まだ虫の息をしている。で、すぐ医者を呼びにやり、 医者が来るまで水をやったり外の空気に当てたりしたやがて巡査や医者がやってきた医者の審査でその男はクロロホルムを寮を過ごして恐ろしく多量に嗅がされたことが分かったので介抱しながらその地の病院に送ったのだがその際巡査が彼のポケットを調べて初めてそれがライオネル・モンテーグシだと分かったんだ ダイヤは、無論、なくなっていたんだろうね。と、私が尋ねた。僕らは今、サラマン氏から頼まれて、何か手がかりを得られるかどうか、その病院へ行くところなのだ。また、スコットランドヤードの方でも、今僕が話した以外のことは何も知らないんだから。活動の余地はたくさんあるんだ。私たちは、記者が目的地に着くまで、 この平凡な犯罪の話、それに関係した話などし続けた。二人はブレントフォードで下車した。駅を出てこの古い町を二、三分歩くと、とある小道で落ち着いた色に塗られたドアの前に出た。ドアの上には真鍮の看板にセント・アグネス看護案と書いてある。私たちが来るのを中から見ていたのか、ドアが一人でに開いて、 中から看護服を着た中年の夫人が姿を現した。あなたがソーンダイク博士でございますかソーンダイクが頷くと彼女は言葉を続けて。サラマンさんからあなたがお見えになるというお話がございましたのでお待ち申していました。しかし患者はまだ昏睡を続けていますので、格別お話しするようなこともございません。 まだ目が覚めぬとは不思議ですね。ソーン大工が言った。本当に不思議でございますわ。付き添いの医者のキングストンさんも昏睡状態があまり長いので不思議がっていらっしゃいます。キングストンさんのお話では何でもモルヒネのたくさん入った麻酔剤とクロロホルムとその上突然の打撃でこんな結果になったようでございます。 どうもそうでしょうね。ちょっと患者を見せていただきましょうか。どうぞ。と、女委員長が答えた。あなたにはどんなご便宜でも測ってあげるように言いっているんです。キングストンさんもあなたのご意見が聞きたいとおっしゃっていられました。こう言いながら彼女は、私たちを気持ちのいい2階の一室に案内した。 明るい強い光線の差し込む大きい窓を受けた寝台の上には目を閉じて静かに息をしながら死んだようになってモンテーヌが横たわっていたソーンダイクはしばらく寝台のそばに立ち昏睡に陥っているその男を見下ろしながら片手に時計を持ってその呼吸を測り次に脈を調べた後彼の両方の目を向いて 動向の大きさを比べてみた。この様子じゃ大した心配はありますまいよ瞳孔が縮んでいるのはアヘンすなわちモルヒネを使った証拠だ君はどう思うねジャービス君そうだねハンケチか何かにクロロホルムを浸したものらしいねしかし僕はこの人の風采が今日君がパジャー君に話した あの、カバンの持ち主によく似ているような気がしてならないんだ。この人もやはり40歳くらいで、昔風の髭の剃り方をして、上唇を剃り落とし、顎に猿のように髭を残している。どうも不思議に符号しているぜ。ソーンダ大工はじっと鋭く私を見つめて。符号はそればかりじゃない。ま、この髭をよく見たまえ。 彼の手からレンズを受け取って、かがんで患者のひげを覗いた私は、びっくりして後ずさりした。明るい光線に透かしてみたひげの大部分は、明らかに術型だ。この紳士も、初期のトリコレキシスの動作に侵されているのだ。よお私が叫んだ。こりゃ、実に驚くべき符号だ。 何か面白いことがありそうだね。あるかもしれない。ソーン大工は女委員長の方に向き直り。これはモンテグ氏の持ち物でしょうね。はあ<う>。と委員長は患者の物品をきれいに並べた。隅のテーブルの方へ振り向き。これがこの方の服やポケットの中に入っていたもので、 あれがカバンです。カバンは線路の上に捨ててあったのですが、2時間ばかり前にこっちへ届いたのです。中には何にも入っていません。ソーンダイクは患者のポケットから出たいいろのものを見た。鍵、名刺入れ、紙入れなぞそれからカバンを取り上げ、物珍しそうに上下をじろじろ見た後、中を開けて覗いた。 中には何もない。鞄は普通の人造革で作ったもので、多少傷んではいるものの、まだ新しい品だ。荒いリネンの裏には、二つの革製のポケットがついている。彼はカバンを下に置き、自分の調査箱を取り上げて、ここにじっとしていても、別に手がかりが得られそうもありませんから、これで失礼しましょう。ジャービス君も私も、 他に用事がありますから。私たちが街に出ると、孫大工が。ジャービス君、君はすぐ家へ帰るつもりかねと尋ねる。うん、君も帰るだろうと、少々驚いたように私が反問した。僕はね、ちょっと行ってみたいところがあるんだ。ああ、ちょっと待ってくれたまえ。 彼は突然、とある釣り道具屋の前に立ち止まり、窓からじろじろ覗いてみたのだ。買い物でもするらしく、つかつかと中に入った。私が後から入ってみると、小さい安い釣り竿を買っているところだった。釣り竿が済むと、今度は釣り糸と、一つ二つの針を買った。品物の質の良し悪しなぞには少しも頓着しないのには私も驚いたが、 店の男も少々面食らった体であった。今度は浮きだ彼が言った。店の男が色々な浮きをいっぱい持った盆を彼の前へ出した。ソーンダイクはじっとそれを眺めていたが、やがて一番大きい海の部位のようなやつを選んだ。それは鍋型の腹を持った。 赤と緑に塗った恐ろしくでかいものだった店の男は度肝を抜かれた僕はよく見える浮きが好きだこう言ってソーンダイクは代金を店の男に払ったするとだんだん驚きから回復しかけた店の男はうやうやしげな口調でこの頃はこの近くでは大きいカマスはちっとも取れなくなったと説明した そりゃそうだろう。みんなは本当の浮きをつけないんだもの。釣れないのは当たり前さ。僕のこの大きな浮きを見たら、きっとカマスが我先にと飛びかかってくるよ。こう言いながらソーンダイクは、目を丸くしている店の男を尻目に見ながら、釣りざお小脇に外へ出た。しかし、そんな大きい浮きを一体どうするんだ ?100 ヤードも先から見えるじゃないか。 町を歩きながら私が尋ねた。そうとも、人間を釣るには、これくらいなくちゃね。私はこの答えには、はっと胸をつかれたような気がした。さては何か考えを持っているのか。私がそれを尋ねようとすると、また彼が立ち止まった。今度は油屋の店先に、 ここで焦げ茶を少しばかり買うことにしよう。と彼が言った。私も彼の後に従って店に入った。店の男が焦げ茶の粉を量って紙袋に入れるのを見ながら、私はしきりに小首をかしげた。釣り道具と染料の焦げ茶と何の関係があるだろう。不思議でたまらないので、 焦げ茶を何にするんだ外に出た時私は尋ねた。漆喰と混ぜるんだ。どうして漆喰を茶で染めてるんだおい、ジャービスくん。と彼は妙に四つ目らしい顔を作った。君らしくもない。君ほどの経験を持つ人が馬かり切ったことを尋ねるものじゃないよ。 私は何のことだかわからなかったが、彼の後について停車場へ行った。幸いにちょうど記者が出るところであった。それから約20分、チジックで記者を捨てると、ソーンダイクは停車場を出て、用事があるような風をして東の方に足を向けた。ハンマースミスの郊外に出て横道に寄れると、間もなくブリッジ街だ。 ブリッジ街を右に折れて、足早にハンマースミス橋を渡り、引き船の通う川沿いの道に出ると、彼の足並みが目につくほど緩くなった。で、私がここで例のでかい雪を見せびらかせるつもりかと尋ねると、この辺りで釣りたいとは思っているんだがね、よく調べて場所を選択しなくちゃならない。と彼が答えた。 彼は相変わらず緩やかに歩いた私は彼がいつもの癖でこの23日に地面に記されたらしい色々いろいろの人の足跡を見比べているのに気がついた足跡を見るために彼は右側を歩いていた右側には低い窪地を覆う刈込の柳が並んでいるから土地が湿っていて従って足跡が見やすいからだ 半マイルばかり歩いたと思う頃、彼は急に立ち止まって、辺りをじろじろ見回した。少し後戻りすることにしよう。どうやら行き過ぎたらしい。私はこの不思議な彼の言葉に別に反対もせず従って、200ヤードばかり後戻りした。ソーンダイクは相変わらず川から遠い方を歩きながら、地上から目を離さなかった。 すると彼は急にまた立ち止まり、周りに他に人気のないのを確かめた後、手に下げていた間伐製の箱を下ろして、ボタンを外し、ここにしよう。と言った。ここでどうするんだ一つ二つ肩を取るんだ。君はその間に通行人の注意を避けるために釣竿の用意をしてくれたまえ。 私は言われるままに釣竿の用意をしながら、彼のすることを見ていた彼のすることはすこぶる不思議であったまずゴムの袋に川の水をくみこみその中に目が覚めるほど白い漆喰を入れてさらに少しばかりの焦げ茶をつまみ込みかき混ぜて泥色に染め周囲を見回したのちかがんで それを道端に残るステッキの後に丁寧に流し込み、次に溝のそばの柔らかい土地に深く残るステッキの跡へも同じように流し込んだ。彼のすることを見ていた私は、とっさにあることを思い浮かべた。私は釣竿を下に置いて足早に歩み寄って、他のステッキの跡を見つけた。私はその後をちょっと見ただけで、 自分の想像に間違いないことを確かめた。浅い低地の中央にある半円形の跡は、明らかに半分ちびた靴の病の跡だ。おやこれはスコットランドヤードで見たステッキの跡だよ。と私が叫んだ。僕もそうに違いないと思うんだがね。型を取ると一層よくわかるわけだ。 竿を持ってきたまえ。あそこに人が二人やってくるから。彼は調査箱をしまい、ポケットから釣り糸を取り出して、静かにほどき始めた。建築工夫らしい二人の男が、我々の釣り道具を見ながら、別に気にもかけないらしく通り過ぎた。彼らが通り抜けた時、私は初めて焦げ茶の価値に気がついた。 もしこげ茶を混ぜないで雪のように白い漆喰を使って型を取っていたら必ず通行人の目に留まり彼らが立ち止まって我々の動作を眺めたに違いないしかしこげ茶に染めた漆喰は人目につく心配はなかった君は実に驚くべき人だソーン大工君君は全てのことについて先見の明があるよ 彼は私の言葉にうなずいてみせながら静かに肩の一つを手に触れ硬くなったのを確かめた後非常な注意を払いながら取り上げたそれはステッキの先の完全な型を保ち靴の病の模様に至るまで明瞭に取られているソーンダイクが湾脚器を出したらもうこれが。 今日、警視庁で見たステッキの跡だということに疑問を差し挟む余地がなくなった。23と32が直径だったね。と言って彼は湾曲機を開き、手帳を調べた。彼が湾曲機で肩を挟んで静かに両方の先を合わせると、ちょうど23と32の記号を示した。よし。こう言ってソーンダイクは、 手に持つ検査済みの方と他の二つの方を比べた後、これで一仕事片付いた。彼は型の一つを箱にしまい、他の二つを川に投げ捨て。さあ、これから第二の捜索だが、これも成功してくれればいいが、君は彼がこんなに土の中にステッキを突っ込んだのは何のためだと思う 両手を自由にするためだろうそうだ。まあ、ここに腰掛けて、なぜ彼が両手を自由にする必要があったか考えてみたまえ。この周りにどんなものが見えるか、よく見てみたまえ。私はダメだとは思ったが、何の変わった点もないあたりを見回して、大胆に述べた。汚らしい柳と、各種の田舎の植物と、 鈴の鍋の腐れ物と誰かが草を抜いたらしい剥げた場所なぞだ。そうだ。それから乾いた溝の底に一面にハラハラ砕けた土があるだろう。それから君が言った草のない場所は大きなナイフであそこの土を丸く切り取ったものらしいだろう。なぜあそこの土を切り取ったかわかるかね 私は頭を振ってわからないと答えた。考え合わしてみるとすぐわかるのだ。この柳の根元の草は場所の割合に目立って茂っている。どうもおかしい。こう言いながら彼は柳の根元に近づいて、ステッキで強くその草むらを動かしてみた。すると、土と一緒に一塊の草が動き、 私がそれを持ち上げて、草のない切り取った場所を合わしてみると、ちょうどピタリとあった。私は柳の根元まで私がそれを持ち上げて、草のない切り取った場所に合わしてみると、ちょうどピタリとあった。私は柳の根元の今まで草で隠してあった変な土地を見つめながら、ここに何か埋めてあるに違いない。 あるいは掘り出したのかもしれないが。僕もそう思う。ソーンダイクは箱の中から強い大型のヘラを出した。何が埋めてあるだろう私が尋ねた。半分に切れた汚い手ぬぐいの切れで包んだものがあると思うね。じゃあ早く掘りたまえ。ベドニーの方から誰か一人やってくるから。 彼は遠方の人影を振り返った後、ヘラで手強く土を掘り始めた。なんだかあるらしい。と彼が言った。彼はヘラで激しく土を掘り、両手で土をかきのけつつ、彼はまた遠方の人を振り向いた。人影は次第に歩道を早めたらしいが、まだ四五百ヤードも離れている。 彼が両手を穴に突っ込んで巧みに引っ張ると、果たして内から、へんてこな、汚い手ぬぐいの切れで包み、上を糸で緩やかに巻いた、10インチと6インチ角くらいの包みが出た。ソーンダイクが素早く糸を解いて手ぬぐいを開くと、中から模様のある金板を張った立派なモロッコ側の箱が現れた。 私はすぐその箱を取り上げて留め金を押して蓋を開けた多分ダイヤだろうと想像していたがまぶしいばかりの鋼鉄色の青ダイヤが散乱と輝いた時にはびっくりさざるを得なかった私が箱の蓋をして緑色のカンバスの箱の中に置くとソーンダがそれを一目見それから遠方の道を見たのち、穴の中に手ぬぐいだけ入れて その上からハラハラ土を落としかけた近づきつつある人影は湾曲した道と近くの茂みのためにひとしきり見えなくなったソーンダイクは彼が再び姿を現すまでに全ての形跡を隠そうとして急いで穴を埋めその上に草地をのせたそれが済むと彼は草地を切り取った後へ行って忙しそうにそこを掘り始めたほら と言ってからは、掘り出した虫を道の上へ投げた。こうしておけば、僕らが釣りをしているとしか見えない。君もナイフで虫を掘って、魚を釣る封をしていてくれたまえ。僕はこれから警察に行ってくるから、その間、ここを動かないで番をしていてくれたまえ。僕が代わりのものをよこすまでは、決して動いちゃいけないよ。そうだ。例の浮きを出しておこう。あれがいるだろうから。 彼は人の悪そうな微笑を浮かべ、怪物のように大きな浮きを道の上へ落とし、ヘラの土を拭いて箱の中に収め、その箱を抱えたまま、ブトニーの方へ立ち去った。この時、また例の人影が現れた。掛け事でもしているような歩き方だ。私はまたナイフで土を掘り始めた。彼は間近へ来ると、 まるで散歩でもしているようにゆるゆる歩き出した彼の後からソーンダイクが気を変えたように帰ってきたが彼は私のそばまで来ると「ハンマースミスの方がいいかもしれない」と言った例の男は毛源らしい眼差しでソーンダイクを見たがまたジロジロ私に視線を注いだ虫を探しているんですか 立ち止まって私のの様子を眺めながら、かの男は言った。私は一匹の虫を高くつまみ上げてないないその虫は気味は悪かったがそうだと答えた彼はまた向こうに立ち去るソーンダイクの後ろ姿をじっと眺めてお友達の方はもうたくさん取られたのですねと言った 釣りざおを忘れてきたんですよ。しかし、すぐ帰ってきます。ああ<う>。と彼は、私の向こうの柳の方を見ながら。ここじゃあダメですよ。あの、道の曲がったところが一番よく取れるんです。あそこが一番いいです。教えてあげましょう。どうですあそこへ行ってみては。 連れの男が帰ってくるまではここにいて帰ってきたら話してみましょう私はすましこんで岸の上へ腰をかけ針に絵をつけて水に垂れ大きな浮きをじっと見守ったかの男は気が気でないらしくしきりに焦ったように道の曲がった一番いいところに私を誘い出そうとしたそうこうしているうちに四五十分の時間が過ぎた すると出し抜けに向こうの橋の上へ二台の自動車それに続いて三つの自転車が走ってくるのが見えた一、二分後二人の男を連れて自動車に乗っているソーンダイクの姿が見えたまっしぐらに進んでくる自転車の人も見えたまるで行列のようですねと 不安らしく例の男が彼らを見ながら言った一人の男は自転車を降りてタイヤを検査し始めた他の二つの自転車は私たちのそばを通り過ぎしばらく進んで同じく止まった自転車を降りた二人は自転車を路棒に置いたままこっちに向かって歩いてきだした私はこの時初めてソーンダイクの二人の連れが ミラーとケージのパジャーだと知って少なからず驚いた私の釣りを見ていた男も彼らの様子を見て不信を抱いたらしく次第にこっちへ集まってくる人々を見比べていたが不意に人数の少ない方向を選んで自転車を降りた二人の男の間を抜けてダットのように逃げ出したたちまち大騒動が持ち上がった 三人は直ちに自転車に飛び乗り、激しくペダルを踏んで彼を追っかけた。パジャーとミラーも駆け足で後を追った。間もなく、逃走者と自転車で追っかける三人と、その後を追う二人の警官は、道の曲がったところに見えなくなった。どうしてあの男が犯人だったことが分かったんだ二人きりになった時、私がソーンダイクに尋ねた。 怪しいとは思っていたが確かなことを知らなかったんだ警官を呼んできたのは手配りのためにそこに潜ませておくつもりだったのだ彼らがあの男の周りを回ったのは威嚇運動で逃げ出さないうちに逮捕できたら無用の努力が省けるわけだ要するに我々は運が良かった鬼よくパジャーとミラーがチジックに調査に来ていたので 橋のそばで我々と落ち合うように電話をかけたんだこの時また彼らがさっきの男に手錠をはめ中に取り囲んでこっちへ連れてくるのが見えた彼は私のそばを過ぎる時にでかい浮きの悪口を言いながら恨めしそうに横目で睨んだ君たちはこいつを自動車に乗せたまえ自転車もみんな自動車に積むことにしよう ミラーが言った。一行の者が橋の方に向かって出発しかけた時ミラーがソーンダイクを振り向いてこいつが犯人だとは思うがダイヤを持っていないのはどうしたんだろうそりゃあそのはずだよなぜ君ダイヤのあるところを知っているのかソーンダイクは箱を開いて、 中から宝石箱を取り出してミラーに渡した受け取り状を書いてくれたまえミラーが蓋を開けると華やかな宝石がパッと輝いた旗で見ていた一同も思わず驚愕の叫びを立てたこれをどこで見つけたんだとミラー警視が訪ねたあの柳の木の下から掘り出したんだよ どうしてそれが分かったはじめにはちっとも分からなかったんだよ。それで探してみようと思っただけなんだ。彼は穏やかな微笑みを浮かべて警官を見た。二人の刑事はソーンダを見た後、お互いに顔と顔を見合わした。それから私の顔を見た。パジャーは腹の底から出るような声で、 実に驚くべき手際だと感心したやがて彼らの姿が見えなくなるとソーンダクは箱の中からまた漆喰を出して水と混合したもう二つ型を取らなくちゃならん一つは宝石を埋めた男の右足今一つは今の男の右足だ君も見ただろうがカバンのつま先の形や裏のつぎ革で 二つが同じだことはよくわかっているのだが念のために証拠品として型を取っておこうこの時初めて私はソーンダイクが先国ブトニーの方へ行きかけてあの男の後ろについて引っ返した理由が読めた彼はあの男を怪しいと見てその足跡を調べていたのだしかしこの事件について私の腑に落ちぬことはたくさんある ソーンダイクは鉛筆で印をつけた2つの型をカンバスの箱にしまってさあこれで青ダイヤの秘密も片付いたと言ったところがどうも僕には飲み込めないから説明してもらいたいのだ君はブレントフォードからまっすぐにこの柳の下に来たがしてみると君はここに首飾りが埋めてあることを知っていたんだね どうも君はスコットランドヤードを出る時から知っていたとしか僕には思われない。実は知らないわけでもなかった。ブレントフォードへは化粧箱とカバンの持ち主を確かめるために行ったにすぎない。だが、どうしてハンマースミスの川端だということが分かったね。この時だ。この物語の突破しに引用しておいた文句を彼が言ったのは、 これについては、と彼は言葉を続けた。博物学者が知っている珍しい事実が重要な証拠になっているんだ。その事実は他の全く関係がないように見える地方で見出されたカバンと密接な関係を持っている。つまりそれが二つの切れた鎖を繋いだのだ。このことはパジャー君にも話したんだが、 事実を理解するだけの知識を書いた彼は、嘲笑しただけだった。そうそう。何でも君は、草の中から転び出した小さな貝殻の名を説明していたね。うん。あれが恐ろしい事実だったのだ。あれで、あの草を取った場所が分かったのだ。しかし、なぜあれで分かったのだ貝はどこに行ったってあるじゃないか。 ところが、あの、クローシリアバイブリカタだけは例外なんだ。この奇妙な小さな短弁、貝の入り口の小さいドアからこの名がある。の貝に、英国では四つの種類がある。クローシリア、ラミナタ、ラルフィリ、ルゴサ、それからバイブリカタだ。はじめの三つはどこにでもあるが、バイブリカタだけは変態で、 今次第に滅亡しつつある。今この貝が残っている場所は英国に2つしかない1つはウィルトシア1つはテムズ川の右岸のこのハンマースミスだハンマースミスでもこの貝のある場所はごく制限せられていてブトニーの方に向かって2300ヤード行き橋の方に向いてまた2300ヤード行けばもうその場所は尽きているしかし この狭い場所には、あの貝がたくさんいるのだ。従って場所さえ知っていれば、いつでも一つや二つの見本は取れるよ。大抵、柳の幹や根元にいるんだから。そこで、あの貝、あの草の塊、柳なぞは、ウィルトシア、またはハンマースミスの川端のものだと分かったわけだ。ウィルトシアとの関係はこの貝だけだが、ハンマースミスとの関係は、 他にも認められるのだ会の話はこれでやめて、カバンとステッキの話をしよう。君も見たように、あのカバンは二人の男が使用した形跡がある。一人はちょっと見たところ、中流階級の中年かまたは中年を過ぎた自分の風采などに相当の注意を払う、小ざっぱりした、几帳面な男で。一人は、みすぼらしい、汚い、 犯罪を常習にした男だ。カバンが高価なもので、長年の間丁寧に使用された跡があるところを見れば、鞄の持ち主は前の男であるらしい。この事実、及びカバンが発見された時の状態を考察すれば、あのカバンは、その紳士から盗んだものだということがわかる。従って、その内容物も盗まれたことがわかる。 さて一方ではバーンスとチジックとの間の線路上で一つの空のカバンが発見され犯人はチジックの駅から逃げ出したものと認められているこの空のカバンはモンテーグシのもののように思われているが線路上に投げ出されていたことを考えてみてもそれが泥棒のものだとはわかるつまりモンテーグシのカバンはその内容品とともに盗み去られたのだ モンテーグシを一目見たら、あの化粧箱の持ち主とモンテーグシと同人であることがすぐわかり、それからまた、線路上で発見されたカバンあの偽物の革で作った安物の鞄、その裏に縫い付けてある革のポケットが、ちょうど家を破る道具を入れるくらいの大きさがある点を見れば、それが泥棒のものだことはすぐ頷かれる。そのカバンが泥棒のものだとすれば、 モンテーグシのカバンは泥棒が自分のものを入れたまま盗み去ったことがわかる。この過程から出発すれば、この事件の糸口をつかむことができる。スコットランドヤードのカバンはモンテーグシのもので、チジックからハンマースミスに持ち運ばれ、鞄の底が汚れているので、多分柳の木の下に置いたのだろうとわかる。 カバンの中に物品が動揺しないために草を詰めているところを見ると、ハンマースミスで何者かがカバンから取り出したのだ。何者か。その時までカバンがカタカタ揺れないように具合よく収まっていたものを取り出したのだ。それからまた手ぬぐいが半分残っている。そこで、このハンマースミスの川端が捜索すべき目的地となったのだ。 捜索すべき場所は狭いが、さていよいよここだと正確な地点を定めるのには骨が折れる。ここで、例のステッキが実に重宝な助けとなったのだ。あのステッキには、ちょっと見て判別のつく特別の先端があって、それが地中に3インチも突っ込まれたらしく、カバンの底のと同じ泥がついている。だから僕は、ステッキの後らしい3インチの深さの穴と、 その穴の底の半分ちびた靴の病の跡を探せばいいのだ。そして、その穴が柳の木のそばだということは、前もって明白になっているのだ。ステッキの跡は案外早く見つかった。僕らが川端の道に出ると、すぐその跡が目についた。しかも、雪がけのと帰りがけのと、両方目についたのだ。 もうこうなれば、ただそのステッキの後の尽きる地点まで行けばいい。その地点には、3インチの穴があるはずだ。探してみると、果たして3インチの穴があった。なぜ彼は商品をうずめたのだろうそりゃあ万一の危険をおもんぱかっただけさ。どうして、刑事に捕まらんものでもないからね。 まだ話しておきたいことがあるそれはこの事件の審問はその翌朝行われたがその時宋大工がいかにも正確に詳細に事件の顛末を物語りかつまた盗んだものも発見されていたので犯人が何の答弁もしないで立ちどころに罪を告白したことだそれからモンテーグ氏は23日中のうちにすっかり全開した 私たちのマントルピースの上には今でもこの事件の折のソーンダイクの功績がある働きを感謝してモンテーグ氏から贈られた立派な一対のゼオルジアの銀の食材が輝いている